勉強の仕方これで合ってるのかなっていう人はぜひ見てみてください。 Hey guys, I'm Marisa Nanase。 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの七瀬です。私今までTOEIC の教材を、Udemy とかでも作らさせていただいてたかと思うんですが、今回ちょっとね、初めて声デコカレッジさんというところで、出させていただくことになりました。声デコカレッジっていうのは GMO さんが大元、されているところなので、割と安心かなと思います。で、今回その GMO さんの方からお声掛けいただいて、こちらの声デコカレッジの方から TOEIC 教材を出すことになりました。ということで、そちらのね、今日はご連絡、どんな教材なのかっていう中身、そして最後にクーポンのお知らせがありますので、よかったら最後まで見ていってください。で、今回の、この講座なんですけれども、基本的には対象者としては、今現在 TOEIC スコアが、500点から800点の人全ての方が対象になってきます。というのも、どんな教材なのかっていうと、本当に TOEIC 勉強のロードマップみたいなものを作りたいなと思ってたので、600点目標とする人の勉強法、それから700、800点目標とする人の勉強法、そして900点目標とする人の勉強法っていうのをまとめてみたような動画になっております。今まさにね、TOEIC をこれから勉強しようかなって思っている人や、現状を勉強しているんだけれども、本当にこの勉強法で合ってるのかなとか、全然なんか成果が出てないなと、何かが問題あるんだろうけどわからないっていう方は、ぜひねおすすめになってきます。で、逆にこの講座は問題とか、解くこととかは一切入れてないです。というのも、TOEIC教材これだけ素晴らしい、先生とか、あと公式のね、問題集とかも出てますよね。出てるんですけど、なぜ皆さんスコア取れないのかといったら、その勉強法が分かってないからだと思うんですよね。なんで今回は、その問題とか解くっていうところよりかは、勉強法、ロードマップとして、考えていただければと思います。料理で例えるのであれば、いくらいい素材、いいお肉にいい野菜持ってても、レシピ分からなかったら何も作れないですよね。なので、もう最短で一番美味しい料理が作れるような本っていう感じですかね。料理に例えると、そのような形の教材になっております。で、一応大きくですね、6つのチャプターに分かれていて、今言った600、700、800、900点目標とする人の、勉強法、そしておすすめ本とか優先事項、そして勉強のチェックリストみたいなのも入れさせていただきました。内容はね、ちょっとこの後見ていただきます。で、あとですね、プラスで、単語の勉強法とか、あと TOEIC に向けた、特化した音読とかシャドーイングの勉強法、そして目標達成できる人できない人の違いみたいなのもまとめさせていただきました。YouTubeでもね、過去にこういった勉強法とか、こういったことを動画にもさせていただいてると思うんですけど、まとまって再度ね、取り直させていただいたところもありますので、気になった方はぜひ見てみてください。実際の中身ちょっとだけお見せします。動画の内容なんですけど、こんな感じでコア別にですね、パート1には何をするべきかとか、どこのパートに力をかけるべきかとか、パート3、4はどうなのかとか、その辺をまとめてあります。なので、自分がどこをできてないのか、どこができていたのかっていうのが一目瞭然で分かるようになっています。それぐらいの量をやり込むといいのかとか、ことで、しっかりね、自分の学習法を見直したい人はぜひね、見ていただければわかるかなと思います。あとはおすすめの書籍なんかも、その辺の解説と、あと最後にですね、学習の優先順位も書かせていただきました。あとチェック事項として、この辺ちゃんとできてますか、あと600点目標とするんだったらこの辺のチェック事項押さえてますかっていうことも説明させていただいてます。これが、ワンセットとして、これ今説明してるのは600点向けの人用の、画像、動画の一部なんですけど、これこんな感じで700点とか800点になる方いたら、ぜひね、動画の方を見ていただければ嬉しいです。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今回の教材は本当に皆さんお手元に置いて、ロードマップっていう、もう本当に地図と思って、使っていただくといいかなと思います。ちょっと道に迷って伸び悩んでいる時とか、確認していただけるような内容で、ちょっと作らさせていただきました。まとめみたいな感じですかね、今までの動画ので。一応ですね、皆さんに割引を、付けさせていただきました。やっぱりね、いつもYouTube 見ていただいている方、一番大事にしたいと私は思ってますので、今回12月25日23時59分まで、クリスマスプレゼントがてらですね、皆さんに 20% オフの割引をさせていただいてます。ぜひよかったら概要欄からチェックしてみてください。皆さんの TOEIC 勉強にちょっとでも役立ちますように。 See you!